よろしくお願いします。三島さん、登山始まりました。隊長がういっす、愛三島山に向かいます。行ってきます。さてどういうことになるやら。6時間半もつかな俺。三島山見えますね。まだ石碑あります。遅くていらないですね、先に行ってもいいよ。もうベテランの姿だから、俺たちは歩けんべさ。いや、みんな楽しそうですね。いい感じですね。ね、この沢も冷たいんですけどね、本当はね、いろいろやりたいこと満載ですよ。で、まずは登山口向かいます。はい、三島山清和口登山口です。熊出没注意ですね。まあ、僕は植物を見ながら行きたいと思うんですけど、はい、片栗さんが身になってますね。そう、こんな感じですね。だからあれもなんか江戸観光が先乱れる時が4年に1回ぐらいあって、昔はね、毎年じゃないらしい。やっぱり子孫を残すためになんかこう頑張って花咲く時とかあるみたいなんですね。で、そういう時に当たるとすごい出てくる。でも昔よりはやっぱり金がいいですね。あとあなたにどう一回映ったことある？マシケ霊人草か、ヤジの霊人草かありませんけど、まあ霊人草の時代ですね。はい、登山口に着きますね。そっち行くの？そうなの？変わった。そうなん。それは新しい道ですね。これびっくりしました。そう。これはワクワクんじゃないですか。はい。新しい登山道出てます。新しい登山道出てますよ。あ、こっち楽ですね。昔のはいきなり急半始まりますからね。あ、これ楽ですわ。はい、1号目に向かってます。隊長が語ってますね。隊長です。ショートカット
たんですか。急道にぶつかります。そうですね、はい、これから急道行きます。動画ね、はい、1号目通過しました。何時、今7時4分ですから30分ですね。体調早いですね、さすがに。だから今日ね、高速道路っていうか歩いてるみたいですよ、やぶこぎだったんで。え、これはね、つくばね草って言います。つくばね、車場っていう意味は牛車のタイヤを意味するんですよ。いや、普通につくばね草あります。あります、そうなのです。そうそう、車ユリとか車のつくものはみんな放射状のあれは牛車なんですよ。うん、熊よけですね。山伏みたい。体調気に入ってんの、あれきっと。すごい。お、滑るね。ちょっと急になってきましたけども、まだまだ序の口ですよこれは。しかし銀両草めちゃくちゃたくさんいましたね。とね、食べてますよ普通に。雨どころ食べてますよ。僕山に入るとほとんどがサラダバーですから。え、いや、みんな生で食べれますよ。もぎたて美味しいですよ。雨どころのあれですね、今青くなった実も甘いですよ。ああ、終わってるな、ツバメ元が。よし、一旦止めます。はい、だいぶ上がってきましたね。皆さんなんかこれが大雨どころですよ、ほら。ほら、放着草はあればわかるんだけど、いかにも毒々しい。ちょっと待ってね。これが大雨どころ。あ、これ大雨どころ。放着草とそっくりなんだけど。放着草はね、この花がね、2個しかつかない。うん。あ、一つの茎に2個しかつかないから。あ、大雨どころ。ナルコランっていうのは洋物ってことか。いやいや、それはそれ食べていいんですか。食べてごらん、美味しいから。食べてみよう。甘いんだよ。かなり急な登山になってきたっす。俺はだから登山好きじゃないのさ。よいしょ。ふう、2合目は過ぎたかもしれないぐらいなとこじゃないですかね。出た。ほら、これが車場つくばね草や。え、ちゃう、大雨どころ。はい、2号目到着です。ようやっとですね。ちょっと待ってね。1時間で2号目まで来ました。なんか植物講座始まっちゃいました。何何何、
どれどれどれ、これ木でしょ、これはわからんな、辻科の植物だけど、うん、あの綺麗な花は咲かせません、はい、無視していいです、はい、画像でわからないかと思いますが、だいぶ傾斜がきつくなってきてますね。僕は5合目までは結構、でも一約束がたくさんいたんで良かったですよ。今回この辺はほぼほぼ花は終わってますね。うわ傾斜きちね。あーって3合目付近になったらまた動画上げたいと思います。3合目着きました。これ赤い蔵ですかね。すごいね、これはすごい。ダムなら車があるのに、座ったままでも5分間ぐらい休みます、はい、お水飲んだりしてください。3合目です。昔はここ水もっとたくさん流れたらしいんですよ。そうですか、やっぱり。はい、4合目来ました。1時間半です。この時期のこの辺りはね、素敵な植物あまりないんで、僕もちょっとテンション下がってるんですけど、6合目からきっといい感じですよと期待してます。はい、あ、動画です。あ、 YouTube やってるもんで、はいはいはい、三登山の登山の様子を、あ、あの堀田清の植物エネルギーチャンネルっていうのでやってるんですけど、はい、堀田清のもう少しで5合目です。はい、いつも車で来るとこです。いや、だってこの時期ね、植物あまり素敵なのいないから、結構勇気いるよあそこは。うん、6合目から期待の植物エネルギー、 あ、そろそろですね、5合目近いですね。いや、なんかさ、素敵な植物いないとさ、なんかエネルギー減るんすよ、減るんすよ。基本登山嫌いなんで、うん、あの登山嫌いなんだから、しばらく朝日だけ登ってなかったの。あそこ植物いないでしょ、ガレバで。だけど、何台だったっけ、降りたとこ、うん、あそこには素敵な植物がいるっていうから、頑張って1回だけ行って、1日で一周して帰ってたんだけど、もう二度と行かないですね。赤岳も全部行ったけど、もう行かないです。どこ行くの？あれ、どっち側から、あの朝日岳か回ってずっと中岳から降りてくるの？あ、それいいね、楽で。下からです。え、下から行くの？下はいいよ、植物いるから。あ、めちゃくちゃいいとこだよあそこ。うん、まだあれじゃないの、エゾノリュウキンカ咲いてるんじゃない？うん、春ですよね今。明日行くの、めちゃくちゃ体力あるじゃないですか。やっぱり今日はメンテナンスにキンキンに冷えたビールをいただかないと。もうすぐ5合目です。やっぱり5合目まできついですね僕は。はいはい、丸山分岐でも一約束家いっぱいいたんでよかったですね。さあ、5合目から来たいですね。目近くなんですけど、いやいやいや、今春ですわね。え、舞鶴荘の芝生、
いや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 、まだ春ですよ。素敵素敵素敵だわ、はあ、これがあると僕は元気出ますね。いやいやいや、はい、5合目です。丸山向きまで来ました。いつもはね、ここまで車で来るんですけど、さすがに疲れますね。はい、三頭山5合目通過です。いや、舞鶴荘素晴らしいでしょ。春ですよ、春ね。え、春だ春。こうでないと登山する気にならんな俺は。先週は辛かった。春ですね。素敵素敵。うわ、びっしりだ。ああ、素敵だ。また珍しい植物いましたら動画アップしますね。みんな元気です、行ってます。ミネカエテさんですね。いいですね。もう種になってますね。素晴らしい。素敵素敵。ミネカエテさんの花ですわ。満開ですね。はあ、さてさて、いよいよ登山っぽくなってきましたね。うん、結構だ。いや、ほんと登山は嫌いだね。だけどまあ、植物がいるんじゃあ行くしかないよねっていう。植物がいるから登れるとも言える。はい、な、若いわ。うわ、ストックは使いたくないし。うわ、ふう。帰りだね。かいよ、ほんと。えい、はい、もうすぐ6合目ですけれども、そろそろ素敵な植物が出てきてもいい頃かななどとワクワクしながら。いや、舞鶴荘さん素晴らしい。こうでなくては。これがあるから登れるな俺は。おお、おお、ミネカエデさんも、うん、いいね。おお、ウグイスもいいね。うん、あ、まだ先かな、6合目。また、ああ、一旦、停止しますね。さあ、稜線来ました。なんかお宝いるんじゃないかな、と思っているんだが、花ひりでしょ？まあ、それはいいとして。花ひりさんがいますね。花ひりさんがもうちょっと咲きますか？花ひりさんがいまして、エゾノクモキリソウなんかいたらいいな。馬の背です。素敵な、早いですね。お、はい、素敵素敵。お、あ、エゾカンゾウも出てきたね。はい、この先にね、ええ、ゴミ種があるの。あ、ゴミ種あるの、うん、あ、三山釜積さん咲いてます、うん、咲いてます。ゴミ種さんいるの、天然のゴミ種。 いや咲いてると思う。咲いてろ、うん、咲いてるんだ、なんか呼んでる声が。
これのちょっと上がったとこ。上がったとこ。俺よそ見してここにだけ滑り落ちたことある。マジで。ここ。こっちこっち。こっち。はあ、これ傾斜きついですもんね、うん。すごい眺め。だけどここ冬好きで登ったんだよね。なんかわけのわかんないことを言ってるおじいさんがいますよ。冬登ったんだよねとか言って。みんな少年の心を持ったままですね。素敵素敵。うわー素敵。もうこれだからやめられないな、ホルカライは。ねえ。あ、谷うつぎ咲いてる。素敵。あ、そうです。めちゃくちゃ綺麗だ。綺麗。裏打ち山でそう。もうなるね。もうなるね。はい。この上に朝鮮ゴミ石が、あ、葉っぱ。待てよ。ちょっと止めますね、動画。はい。6合目の間ですね。朝鮮ゴミ石がいました。素敵ですね。はい。はい、素敵です。いやー、ミヤママタタビのとこにいたんだね。はい、稜線出ました。三春台です。頂上まで 2.4 キロ。いやー、今日はミスティですね。うわ、谷うつぎ綺麗。楽しい。まだまだですよ。まだ胸つき張っちゃいますからね。へい、みんな先行っちゃいまして、撮影してたらね、うん、まあ追いつく気はないんですが、はいはい、ゆっくり行きます。あー、エゾノクモキリソウなんか昔いたような気がするな、この時期ね。うん、まあ舞鶴草さんがいるだけでも元気が湧いてきますね。はい、いいですね。はい、あ、幌加内の方は晴れてそうですよ。はい。おお、すげえ。なんだこれ。素晴らしい。まだ春やん。めちゃくちゃ元気出るな。素敵だ。まあ、結局最後尾になりまして、ゆっくり植物を見ながら、あらー、ミネヤン、ミネカエデさん満開やん。素敵。こうなると登山大丈夫ですね、僕はね。あらー、舞鶴草が元気でしょ。うわー、なんだこれ。ちょっとちょっと、撮影6号目ですか、これ。あ、6号目飛ばしちゃいましたね。7号目到着です。春ですな、素敵だわ。ちょっと雨風がね、強くなってきたんですが、これから胸付き八丁まで、八五湯までね、どうなるでしょう、行ってみますか。七合目から今八合目に向かってますけど、はあ、きついっすよ、やっぱりここ。暑いんですが、三頭山の夏はみんなこうですよ。上空冷たいんでね、すぐ霧になるんですよ。ね、素晴らしい。お、今咲いてる、そこへ。いた？目の前。おお、いたいた。いました。
ああ知らんね、葵ちゃんね。あらら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 、踊り子層もバッチリ来てますね。踊り子層来てます、来てます。どれ、エゾの霊人層だと思います。はいはい、いや同じだから、あの食ったら死にますんで、うん、はいはい、よいしょ、おきっつ、ゆっくり行きますね、きっついっす、まだまだあるからね、ガレバが、よいしょ、あはい、一旦切りますね。はい、まだ二輪草いますね、素晴らしい、春です、春、北斜面ですねこれ。あ出ました、あた大立ちつぶすびにもいますね、春だ春だ春だ、素敵、あらつぼすみれもいるよ、素敵、いや北斜面万歳ですね。おお、踊りこそ初夏の花も一緒にいる、素晴らしい、踊りこそで踊ってくれ、はあ、尺出ました、尺出ましたね、尺もげ、あ尺きれい、尺きれい、尺きれい、素敵、美味しいですこれ、めちゃくちゃ美味しいです、はい、めちゃくちゃ美味しいです、若い時には、うん、うまい、元気出ますサンサイドレシ、はい、胸突き八丁まであと少しのところ行きましたけども、いやいやこれですもんね、この急斜面やばいっすよ、帰りやばいっす、足使わないで登らないと、でもねまだ多分これ大立ちつぼすみれだと思うんですけど、これがいるんですよね、春ですもんね、おお、こういうのないと登れないです。よし、よいしょ。滑るなこれ。グリップどうしよう。よし。たくさん人歩いてるからもう。ずるずるですね。ちょっと歩くのに集中したいと思います。下付けでしょこれ。あ、鬼下付けです。はいはい。もう完全だからね。湿地帯の植物しかいないんですよ、ここ、はい、上まで、うわっ、うわっ、あのピンクのやつが鬼下付けでよかったんですか、あ、もう白とね、ピンクいるんですよ、はい、花ね、はい、うん、大丈夫です、ここ全部鬼下付けさんでいいと思います。尺だよ、尺、うわ、滑る滑る滑る、ちょっとまた歩くの集中します。8号目来ました、だいぶ電池がなくなってきたな、持つかな、はい、ここから先船付きハッチ行きます、はい、もうあそこが、船付きハッチのトップですね、人がいるようですが、これから行ってみたいと思います。はい、白根葵さん来ましたね、はいはい、いやきついわ、でもね白根葵がいるんすよね、白根葵さんいいですね、こっち向いてます、こっち向いてますよ、もう春らんまんですね、きつっ、うわ後ろにひっくり返すと、よいしょ、うん、これ登ってきます、へい、動画消しますね、ちょっと疲れる、はい、9号目到着、だいたい今までここで終わったんですけど、だってこれですよ、これこんなとこ来るんですよ、よく来るよなと思う、
でもね、そこに植物が、素敵な植物がいるとね、来ちゃったりするんですよね。で、初めて山頂を目指したいと思います。行き先はこっちですね。もう皆さん行っちゃいまして、私一人です。一人の方がいいですね。はい、じゃあこれから向かいます。はい、8合目が過ぎまして、9合目に向かっている最中ですが、蝦夷の白山暴風さんと白山千鳥さんの群落ですね。素晴らしいですね。ああ、お天気も良くなってきましたよね。え、気持ちいいっす。気持ちいいっすね。もう皆さんはずっと先に行かれちゃいましてですね、私一人で植物を堪能しているところですが、うわぁ、素晴らしいですよ。うわぁ、これなんだっけ、四つ葉塩釜じゃなくて、なんだっけな、この塩釜もそんなにたくさんあるもんじゃないな。はい、いいですね。白山千鳥さんは終盤ですね。はい、南側の稜線に出て、またちょっとブッシュに入るところかな。また後で動画撮影します。はい、はい、素晴らしい。燕尾本さん出ましたね。いやー、素晴らしい。なんすかこれ。いやー、素晴らしい。ちょっと撮影したいと思います。はい、さらに進むと、またもや、いやー、知らねー葵さん、知らねー葵さん来ました。いやー、もう感動しまくってます。いやー、何これねえ。いやー、素晴らしい。はい、白山、蝦夷の白山暴風かな、白山暴風ですね。いや、ヒグマさんの大好物だと聞いてますけども、はぁ、あはあ、いや、疲れてくる。山頭山まだ先あるっすよ。うわ、すごいすごい。あ、これがあるから頑張れるな、ほんとほんと。はぁ、あ、なんもなかったら登れんよ俺は、はあ、と思います。あぁ、切れましたね。はい、もうすぐ9合目ということですが、絶景なんですよね。見えるかな、雪ですが、雪雪雪ねえ、絶景です、ね、えすごい。で、雪解け直後なんで、かー、すごい。うわぁ、なんだこれ。おぉ、うおぉ、素敵すぎるだろう。ガオ、いや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 、今年一番かな。あぁ、撮影したいと思います。はい、もうすぐ9合目です、はあ、ここまでは来ましたね、去年で帰ったんですよね、疲れたんで。今年は行くことにしました、はあ、いやいやいや、登山は嫌いだ、はあ、植物があるから来てるだけだけど素敵だ。もう何を言ってるか分かりませんね。あと 500m ですね。はい、こっち向かいます。もう皆さんはついてると思いますね。はい、9合目を過ぎたらいきなりですわ。これは素晴らしいでしょうねえ。これだものねえ、これは宝だね。あー、素敵素敵。あー、花が終わってしまった。またちょっと切りますね。進まないな。はい、9合目も半分以上来たかな。初めて来るとこで、いや、ミスティーですね。あー、風が気持ちいいっす。登山は嫌いだけど植物は好きで、この空気は好きでって、まあ来ちゃいますよね。
な植物さえいれば、知らねえ青いだー、なんだー、素敵。おー、設計だー、うわすごい、知らねえ青い来てるー、キャー、もう死んでもいいな。わー、雪だよ、素晴らしい。まあ、なんか苦しい、行きたくないでも気分みたいな、なんかこういろいろね、なんだ、喜怒哀楽、あ、え、この上行くんかな、ひょっとして、行きたくねー、行きたくないけど行っちゃうっていう。じゃあまたなんか嫌な予感する。うわー、知らねえ青いの山だ、うー、知らねえさん素晴らしいです。初めて来ましたけど、咲いたばっかりのキスミレさんがいたりとか、いやいや、雪解け直後ですわ。はあ、ツバメオモトさんもつぼんでます。知らねえ葵さんもいますね、素晴らしい。もうちょっとです、初めて来ました、キャーですね。うわ、咲いたばっかじゃん、咲いたばっかだよこれ、素晴らしい。うわ、こうこけました、よいしょ、はい、ケツでつきました。皆さんご飯食べてます、素晴らしい、すげえすげえ、諦めてます、幸せだこれは。いや、来ましたね、はい、森と湖の里幌加内町と書いてありますが、ご視聴どうもありがとうございました。はっきり言って疲れてます、帰りが不安なので帰りは檻に専念したいと思います。